大井川鉄道株式会社は、静岡県島田市に本拠を置き、大井川流域を基盤とする、鉄道事業を主たる業務とする陸運業や観光業を営む企業である。大井川本線と井川線の二つの鉄道路線を運営している。略称は大鉄、大鉄、全国登山鉄道パーミル会に加盟している。運営する鉄道路線のうち、大井川本線は、 蒸気機関車の胴体保存、南アルプスアップトラインの愛称がある。伊川線は現在日本唯一のアプト式ラック鉄道として知られる。他に2015年まで、スマタ京線の路線バス事業を手掛けていたが、こちらは、子会社の大鉄アドバンスに移管されている。もともとは、大井川鉄道という会社名であったが、2000年10月1日に、子会社の大鉄技術サービスを、 存続会社ととする形で合併し、し翌2日に大井川鉄道と称号を解消した。1976年に日本で初めて SL の胴体保存を始めた鉄道で現在でもほぼ毎日運転されている。また SL の保存運転を行っている園から1977年12月19日にスイスのブリエンツロートホルン鉄道と姉妹鉄道提携を結んでいる。 1996年8月10日に本社所在地の金谷町がブリエンツ村と姉妹都市提携を結んだのもこの縁によるものである。1986年1月25日には台湾の有山森林鉄道とも姉妹鉄道提携を結んでいる。大井川本線で運行される SL 列車に旧型客車を使用していることや沿線の風景から 第二次世界大戦の戦前、戦中に時代設定されているドラマや映画のロケーション撮影でよく使用される。なお、伊川線は当初から SL が運用されてはいなかったが、イベント列車として戦闘駅川根両国駅間に並行していた側線で走行したことがある。大井川鉄道の鉄道事業収入は沿線人口の減少などから2010年代には、 その9割を SL を目的とする観光客から得る構造となっている。定期権利用は収入ベースで1割以下、乗客数で約2割である。しかし、東日本大震災発生後には団体バスツアー客などが減少し続けていることから2011年度から2期連続で最終赤字を計上している。加えて、 2013年8月に施行された高速乗り合いバス走行距離規制強化において沿線自治体のうち島田市北部及び川根本町が首都圏からの距離にして規制強化後の走行距離制限値をわずかに上回ることになり首都圏の大部分からの日帰りが不可能となりこれが要因となって同年4から12月期の団体ツアー客は前年 同期より46%減少し、収益をさらに悪化させていた。このため、大井川鉄道は2014年2月3日に、当時の社長、伊藤秀夫が記者会見を開き、経営合理化の一環としてのダイヤ改正を、同年3月26日に実施することを明らかにした。この中で、大井川本線では、改正前において1日14、 往復設定されている電車を全線運転8往復と金谷大火山間区間運転1往復に削減。また、一川線では改正前において全線運転4往復並びに区間運転3往復設定されているところを全線運転4往復区間運転に削減する。一方で大井川本線における SL 急行の運転に関しては改正後も現行通りとする。 と発表した。この記者会見に先立ち、伊藤社長は会見当日の午前に、島田市役所を訪れ、沿線自治体である、島田市と川根本町の両市長に対して、存続についてや、経営支援策を検討する協議会の設置を要請。これに対し島田市と川根本町は、静岡県などにも参加を呼びかけて早期に、協議会設置にこぎつける方針を示した。なお、 このダイヤ改正で2014年度に約2300万円のコスト削減を見込むも、劇的な改善効果はないとして、前期の島田市と川根本町に対して補助金拠出や固定資産税減免などを要請する見通しと報じられた。その後、2015年5月になって、地域経済活性化支援機構の支援のもと、静岡銀行とエクリプス日高による再生計画が決定した。 これによると、エクリプス日高が、名古屋鉄道が所有する株式の上渡及び、第三者割当増資により、大井川鉄道株式の約90%を所有し、主要銀行から金融再建放棄を受けた上で再建に当たることになる。2015年8月31日より、名鉄グループを外れ、エクリプス日高の支援下で、経営再建をスタートさせた。 2017年6月16日には、エクリプス日高の完全子会社となった。2019年4月、静岡市にツアーセンターを開設し、2020年には1月2日に、富士ドリームエアラインズなどと協力して、富士山静岡空港発着の遊覧飛行と、奥大湖上駅訪問などを組み合わせた、富士山周遊フライトツアーを開始。同年には、 中部電力及び JTB の協力を得て、通常は非公開の施設を見学できるツアーを予定したり、沿線にある川根温泉ホテル宿泊と組み合わせた鉄道、バス2日間フリー切符を発売したりするなど、観光利用を重視した経営努力を続けている。企業以外の大鉄沿線振興の協力者としては、NPO 法人クロスメディア島田が、アンマンド無人駅の芸術祭、 大井川を毎年3月頃に開催し、芸術家の現地滞在と作品展示による集客を行っている。観光客向け事業については、イベントの節も参照。2020年11月12日、島田市と共に複合施設、角で大井川を開業し、合わせて隣接する大井川本線に新駅、角出駅を開業すると共に、逸話駅を合格駅に改称した。 以下の二路線を経営している。各路線の運行形態などは、それぞれの項目を参照。大井川本線と井川線とは、建築限界が極端に異なり、共通するのは、機関だけである。戦闘駅を境に、大井川本線と井川線の運行ダイヤは、分断されている。この分断は運賃にも見られ、同じ事業者でありながら、大井川本線と井川戦争後間を乗車する。 場合でもそれぞれの運賃額を合算して算出する。乗車券は原則として当時購入可能だが、先頭駅で再購入する場合と同額となる。乗車券は基本的には高券で発売され、何件、補充券も用意されている。多種多様な規格乗車券の設定があり、そちらの利用が多い。また、静岡県内及び特定の駅との間には、 連絡乗車券も発売されており、大井川鉄道で購入した乗車券で大井川鉄道から JR 線へ、JR で購入した乗車券で JR 線から大井川鉄道へ乗り継いでいくことが可能である。大井川鉄道にはかつて以下の鉄道計画が存在したが実現することはなかった。現在在籍している電車はすべて他社から譲渡を受けたものである。電化されている 大井川本線でのみ運用。電化ごまもない頃は国鉄の払い下げ車両と西武鉄道からの譲り受け車両のみで構成されていたが次第に様々な鉄道から車両を譲り受けしていくようになる。以前はクリーム色と赤色の独自の車体色へと塗り替えていたが最近では譲り受け車両に胴体保存の意味も込めているため、 譲り受け元の車体色のままで運用されている。現在の在籍車両は以下の通り。なお、電力事情の関係で高性能車の加速性能は、いずれも吊り掛け車並みに下げられている。原油車両導入予定の車両過去の、車両廃車一覧原油車両過去の、車両原油車両過去の車両 C11312、プラザロコで保存されている一出雲現原油車両。 推いて82系以下は1000列車。先頭は区派600系2018年2月26日に、後日の下、SL 山口号の12系客車の譲り受けが、決定した際、今後の整備状況によっては、旧車、廃車とする可能性がありますと説明している。導入予定の車両過去の車両原油車両、鉄道統計年報によると、 2017年3月31日時点で、有害者4両、無害者17両、発破者2両、特殊者1両が在籍している。過去の車両大鉄アドバンスに譲渡された車両の、例大鉄アドバンスは、バス事業やタクシー事業を中心とする、大井川鉄道の子会社である。以前は、大井川鉄道本体で、大井川本線の沿線に、 路線バス事業を展開していたが、2014年12月時点では、スマタ共線とヒマゾウ線の2路線のみとなっていた。大井川本線と接続するダイヤになっており、観光客利用が多い場合には、続行便なども設定される。スマタ共線1路線のみの時期もあったが、2012年4月28日より、伊川線に並行する形で、ヒマゾウ線の運行を開始した。 その後、2015年1月から両路線とも、関連会社の大鉄アドバンスに移管され、大井川鉄道本体は、バス事業から撤退した。バス路線このほかかつては、静岡井川線を、静岡鉄道バスと、静岡浜松線を、遠州鉄道バス、静岡鉄道バスと共同運行していた。また、掛川市内にも、路線を有していたが、 こちらは1988年に掛川バスサービスに全路線を譲として撤退している。他にも旧灰原郡金谷町内にも路線を有していたが、こちらも2004年に撤退し、金谷町自習運行バスを経て、現在は島田市自習運行バスが代替している。2011年の東日本大震災による観光需要の低下や2012年の関越道、 高速ツアーバス事故に伴う高速バス規制の強化などの影響で SL 急行の利用者が激減して経営再建問題が浮上した2014年より期間限定で機関車トーマスに登場する機関車トーマスやその他のキャラクターの衣装を施した SL の運行および展示を行っている。また2015年度よりクリスマス期間の運行も開始した。ありがとうございます。